はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は今画面にありますソフチューブから出ていますサミットオーディオグランドチャンネルというパッシブイコライダーとオプトコンプ、これを合体させたようなプラグインをご紹介します。この動画を皆さんが見る頃はもうキャンペーンは終わっているかもわからないんですけれども、8月の末まであと 2,3 日という日になっています。このプラグインは実機が約80万円クラスぐらいの機械をエミュレートしていまして、真ん中にあるのが有名な TLA100A というコンプレッサーです。そして上側の段が4チャンネルのイコライダーで EQF100 というものなんです。このイコライダーは2つの順序を逆にするスイッチがこの一番下にありまして、右側にしているとコンプレッサーが先で、反対にするとちょっと見にくいですが EQ が先にかかるようになっています。あとそれぞれのバイパススイッチがここにあるわけです。その他はローカットがあったりとかサチュレーションがあったりとか、そういうようなものなんですけれども、まあ一つ一つの説明はどこにでもあるような操作性ですので、特段使い方を解説するというほどのことではありません。ただコンプレッサーのいいところは、この手のオプトコンプというのはかかりがちょっと遅かったりするんですけれども、左のところにアタックやリリースのファストモードというのがありまして、この手のコンプレッサーにしてはしっかりしたかかりが欲しい時にも使えるようなオールラウンドのコンプレッサーになっています。イコライダーの方の特徴的にはプラスマイナスという概念がノブにはなくって、ここでプラスかマイナスか、こんな設定をするようなスイッチがありまして、プラスにして回せばよりゲインが上がりますし、マイナスにして上げればゲインが下がる方向に行くというようなものです。このバンドワイドというのは急カーブ、そんな感じで捉えればいいんではないかなと思います。今回は説明というより音を聞いていただきましょう。僕は音がとってもいいと感じたのでご紹介しているわけです。まずはバストラックにかけたところからやりたいと思います。今ゲインリダクションが5から6ぐらいを振っています。ちょっとギターを切ります。バイパス、入れます。すごく明瞭になりますよね。はい、では今度はマスターにもかけてみます。ちょっと他のものは切っておきます。一応ラウドネスメーターを立ち上げておきます。このソフトは今左の方に出したように部品で一つ一つ使うこともできます。ですからコンプレッサーの部分だけを立ち上げた状態です。これで聞いてみましょう。まずはバイパスから。入れます。
う少し続きます。ラウドネスはちょうど良くなりましたが、ピークは超えていますので、ちょっと他のプラグインも足してみます。先日買いましたバスコンプです。このバスコンプはとっても馴染みがいいです。そしてさらにノマッドファクトリーのマキシマイダーです。ここらのところの合わせ技で聞いていただきます。バイパスとそしていろいろ合わせ技でかけた結果等を聞き比べていただきます。まずはバイパスから。はい、今日は最高峰とも言われています TLA-100A のコンプレッサーと EQF-100 というパラメトリックパッシブイコライザー、これを合わせたようなソフチューブの自信作をご紹介しました。もう残り 2,3 日のキャンペーンですけれども、 37,970 円が 11,300 円、そんな価格になっている商品です。またこのキャンペーンに漏れた時は、もうすぐブラックフライデーというのも出てくると思いますので、またそんなチャンスにご検討の参考になれば幸いです。村長スタジオでした。